絶対今日1ラウンドで一本勝ちで間違いないです。キャプさんだけ入らなかったちょっともう寂しいかなだけ心配のはちょっとストレートパンチと右ストレートパンチと、うん、右の回りシュルキックだけ、ね、多分が萩原来るからね、うん、この2つが、ね、一番危険の1ラウンドぐらい、うんね、ちゃんとで気をつけてからその後にも問題ないですよね。問題今回はちょっとほんまにもう全てをかけてやろうと思ってるんで、秘策は気持ちです。初心に帰ったあの頃に気持ちで戦うんで、テイクダウン取られる取られないではなく、もう萩原くんがどんだけ自分の動きができるかっていうところにかかってるとは思いますね今回は、うん、考えすぎて、まあ、うまくいかなかった部分もあるっていう話だったんで、いやもう今回は 120% 萩原を出せっていうそういう作戦ですね。ただいまよりプラスリードプレゼンツラジーランドマークボリューム3メインイベントを行います。おはようございます。今日もはいバッチリですね。イタリアのピッティっていうイベントで出会ったスーツ屋さんの店で作ったイタリアの生地しか使ってないこう最新の形なんですけど、ちょっとの相手の体重を超過してるっていうのもあったんで、なんかちょっとムカつくなと思ったんですけど、今回はしっかり勝ってる姿を見せて、みんながこうらーって喜んでもらえるスカ勝ちをしたいなと思ってます。よーし、来た、格闘技界にキラキラ注入。大晦日キングカズジュニアに敗れ戦績は1戦1敗、でも目が離せない。そう、彼の放つこのキラキラのフェロモンが目から耳から鼻孔からぐいぐい脳裏に割り込んでくる。今夜のために失礼ました新しいコスチュームです。今回も MJ マイケル・ジャクソンにインスパイアされています。記録より記憶に残る選手でいたいので、強いだけじゃ物足りない強さと美しさを追い求める男。エンタメと格闘技とファッションとっていうのが僕が新しい風としてこれからもライジンっていう舞台で見せていけたらいいのかな。ほらやっぱりみんな勇士から目が離せない。この戦い、はい、勇士が勝った場合のみ公式記録となります。さあ1ラウンドが始まりました。この戦いは特別ルール3分3ラウンド制です。白いトランクスが前期、そして青いスパッツが勇士です。さあ剣道小林さん、はい、今、はい、いきなりロー行きましたね。相手との距離を測るためにカーフキックでちょっと試合を作っていこうと思ってたんで、うまくカーフキックを合わせていった感じですね。もう一つ、おお、いい、しっかり見て当てる必要があると思います。で、前期選手手が伸びてくるんで、もっと。さあギロチンです、右で首を抱えに行きます。上げない上げない、いやでもこれ前期前期強いですね、はい、さあ左が首に回ります。さあ下半身をしっかり制してというところ、左手が顎の下あたりにあります。3分3ラウンド制です。右足も負ければね、今入ってますね、はい、入りました。さあ左が、はい、しかしうまく合わせて回る方向についていきます。そうですね、ついているか、残り時間が伸びていきますね、はい、さあ体を伸ばしました。伸ばさせることができたら、さあ左手が首に巻きついています。首決まったかなと思ったんですけどね、1ラウンド終わり結構終わり散らかってた感じだったっすね、うん、決めきれなかったですね、今度あったっす、意外とタイミングでずらしましたね。さあ今度はマウントを取ります。上からマウントを落とす、はい、残りが10秒です。肘ですね、はい、肘を落としていきます。さあ上から拳を落とす、はい、蹴り上げがあります。前期ここはコントロール、はい、ここで第1ラウンド終了です。ローキックカウンターだった、効いた。カウンターローキックじゃなかなか見ないですけどね、下からの蹴り上げがちょっと当たりましたね、なんかね、ちょっとあれみたいな、はい、あれだけ。あでもそういう意味ではヒーローがここどう乗り越えるのかっていう見方があります。やった、ヒーロー、すぐ笑顔いただきました、キラキラの笑顔です。
年の年末でゴダ君に負けて悔しくて、そこから仕事をそっちのけにしてプロ格闘家として練習に励んできました。最強じゃないかもしれないけど、入場とパフォーマンスは最強なんで、6月の東京ドーム待ってるぜ。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうな。今度あるな。お前体重合わせてこいよ。言いたかったっす。すいません。え、体重合わせてこいよ。でもよかったよ。ありがとう。こんな気持ちいいんだな、勝ったらっていう、なんか最高の気分でした。今回もかなり金かけて、あの入場のコスチュームを作って、しっかり試合とコスチュームと入場で見せて、なんかこう楽しんでもらえるエンタメとして、なんかこう見せられたらなと思ってるんで、ありがとうございました。ウオイクルスインゲー。名前は守る、でもリングに登れば守りなしの指名打者。救急車呼んどけ、エンジンかけとけ、ウオイフルスイング。倉本の代名詞、相手の体をぶっこ抜くジャーマンスープレックス、意識を飛ばすパウンド、顔面を粉砕する膝。会場には奥様も訪れています。さあ第1ラウンドが始まりました。中央ホールにいきなり左飛ばしてきました。かなり来ましたね。ですね、踏み込めてる感じしますよね。集中してますね。サウスポーの構え、右足前が画面顔が見えています。左の動き、ハズガード上げて。あれ大丈夫だ、パンチ完璧なもらったらそれは倒れると思うんですけど、完璧じゃなかったから助かりました。はい、膝です。一本強くしてきた。そのままサイド取りました。戦う前の方がもっともっと大きいものとして捉えてて、手を合わせてみて思ったよりこうちゃんと対応できるなって。さあ距離を取った。うわ、これも振ってきた。フルスイング、俺がもらうって言ってました。待って言ってましたね。足関節いきますか、はい、ヒールホールド、はい、ヒールホールドどうか。結構かかってる。もうちょっと時間あればよかったですね。ちょっと時間ない時でやったんで。いきなりまた無双できますね。いいタップですからですよ、ね、練習したら膝ぶっ壊してちょっと怪我してたんで、もうちょっと抑え込むことになっちゃったっすね。やりたかったけど、やっぱちょっとできなかったっす。ほら、すごい。休むな、行け。休むな、行け。ついきなり2タップ。いや、返していけ。またリフトするならば、きたー、リフトして叩きつけた。死ぬかと言ってました。判定揺らぎます。ディシジョンで倉本和馬が動いフルスイングを下しました。俺も外れようか。違う人にしてよ。ただなんか俺もお前の時にはもう自由にやらせた方がいいなと思う。俺の言葉が響いてないの。だから時間変えた方がいいよ。もう自分の心の弱さがやっぱりちょっと克服できてないなと。この選手の試合見たらこう元気出る、勇気出るみたいな、その選手たちみたいになりたいので、もうちょっとこう頑張りたいです。練習してないとバテバテだね。半月板損傷と、それをかばうのになんか足の指とかも曲げれなくなっちゃって、今日初めてシャドウしましたもん、10日ぶりに。本当に何もできなかったの。でも本当練習してなかったんで、もう出ただけでまあ良かったと思うんですけど、本当に KO グラップリングでどっか行ったら100万円を僕がもらおうかなって言おうと思ったんですけど、ちょっとあの試合じゃ言えなくてやめときました。払わないかんぐらいに。すぐ試合できるようにまた作り直してすぐやります。はい。
ヘラクレス軍団ブレイブから第3代グラディエーターフェザー級王者原口彰ライジン初登場。第4代ジェストフェザー級チャンピオン関哲也が装填されたアイアンアローで打ち抜きに行きます。レディー、はい。いよいよ第1ラウンド始まりました。タックルです、関哲選手は腰重いし、実はバックスをこうやって倒れないんです。倒れませんね。打撃から組みに行くっていうのは僕のプランだったんですけど、腰は強かったですね。テイクダウンを狙っていく。今度はおっとバランスをちょっと崩すようになりました。テイクダウン。そうですね。おしかしリバーサルです、はい、返していきました。関選手がレスリング太陽がものすごく強くて、寝かされてからもやっぱ強かったですね。打撃で距離で取って組ませないのが理想っていうか、今三角締め、はい、三角ですね、はい、4のジロックになっています。三角十字いくぞ、手首持ってこい。外れてきました。これ外れそうですね、はい、外れました、はい、抜けました。そしてサッカーボールキック、三角キャッチしてあそこでちょっと逃がしてしまったのがもったいなかったのかなっていうのは。エザー級特選手に見えたのが、おっと2サルトに行こうという関すぐに食いついてきました。さあそして裏陣、はい、はい、ここからは持ち上げ叩きつけます、はい、さあそしてサイドパンチコンビネーションまとめていった。打撃もらいすぎてちょっと記憶が曖昧なんですけど、削られて必死に入れられたのかなっていうのがちょっと一気に視界なんか揺れたんで、思ったよりもずっとしつこかったですね。立たせてもらえないならダメージを与えることにシフトチェンジしたっていうか、うん、グランドパンチを放っていこうという関哲也ではありますが、赤関予定勝者関勝利、関哲也です。またしっかり一から作ってまた戻っていきたいなとは思ってます。勝ったのはいいんですけど、フィニッシュしなきゃダメですね。やっぱり自分の中ではそうです。もっと関哲也を知ってもらうためには派手に勝ちたい派手に勝ちたいです。はい、リング久しぶりに上がってちょっとドキドキしてくださいよ。もう盛り上げてくださいよ。ちょっともう僕の方が最近離れしてるので、はい、引っ張ってあげようかなと思ってます喋れないか、すいません、うちの先輩が試合前リングチェックでちょっと食わせてもらったんですけど、すげえ強いな名識もそうですよ。初めて僕は SNS の方でよろしくお願いしますのメッセージを。それから行かなきゃいけなかったんですけど。エキサイティングライジンプレゼンツグラップリングタグマッチ10分1ラウンド制で行われます。最初に画面捉えているのは中村大輔、さあこちらは忍者レスラー太田忍です。さあまさに名優2人です。所秀夫、今回4人の中で最年長でも最も若々しい男、44歳です。真島を下したあの戦いからわずか19日です。金原正則登場となります。さあどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。まずは2本を取ってしまえばその瞬間に勝利となります、はい、そして何といってもこの戦い100万円が勝利チームに与えられます、はい。一つ注目、いきなり来たのが、太田忍、赤いシングレットです。そしてゴールドの、コスチュームが金原正則。この戦いがバスター OK です。叩きつけるのが OK ですからね。剣道小林さん、はい、このコスチュームできたらびっくりしました。首取りに行きます。やっぱメダリストすごいっすね。組み方強かったですね。すごい、ガブラズに、まあ、ちょっと慣れられちゃうときついですね。きついっすね。世界のガブリですもんねもうちょっと、決めに行ってもよかったのかなっていう。お、さあタッチです。お互いにタッチしました。今度は中村大輔対所秀夫です。なるほど、こういう感じなんだ。これはまた私同士の、さあ十字で逆に所選手が今腕入れようとしたところを洗濯バサミ、洗濯バサミ取ってます。うわ取ってる取ってる、洗濯バサミ。さあ一本取るか中村、来ましたね。洗濯バサミ気が遠くに投げ込まれたんだ。いや気合いで一瞬落ちたかなと思ったんですけど、まさかです。はい、自分が
ところで決めるのがビッグチャンスだと思ってたんで、もっと沸かせたかったですね。自分がちょっとそこは硬くなっちゃったのかなとか。首が、あ、また選択バサミの状態だ。さあ頸動脈を締めていきます。下の中村、はい、受けましたね、はい、タッチ。さあそこタッチしました、はい。今度は金原と中村です。さあ片方で力入れてきていますね。少しずつまだステップオーバーはありませんが、はい、バックを取ら今度なるほど逃げさせて、今度右腕が首に絡みついてきた。入った。さあ早いか、1本目取るか。入ってる、さあ早いか、1本目取るか。入ってる。所さんがセコンド試合に自分の MMA のセコンドもついてもらったこと何度かあるんですけど、初めて行け組み行け行けそうだっての初めてアドバイスもらったんです。ここしか誰が見ても行けっていうところだったんで自信持って言えました。さあタップあるのかどうなのか、苦しそうな表情。タップじゃないの今の。どこどこどこ、タップじゃないの。タップじゃないの。どこどこ。自分は取ったと思ったんで、まあ、ちょっと緩めちゃって自分も悪いし。中村さんタップしたんすか。全然してない、全然してない、全然してない。本当にタップはしてないです。全然締め技ではタップはしないです。はい、つまるところ親父は負けず嫌いなんですよ。昭和の親父は負けず嫌いだから、みんな負けてない負けてないって。こうやっぱいいですね、負けず嫌いのたちがこう集まって今伸ばして、さあタッチできるか。オッケーしました、はい、さあ太田忍登場です。さあそして太田忍のバーサス所秀夫になります。エールを込めて太田のデビュー戦がこの所秀夫でした。容赦なしの最後は腕中に決めた。おお来た、見せてきた。すぐ立ち上がります。テイクダウン引き込むぞ。あえてかボーンと飛び込みが最後でした。もう2つ入りそうだね。いや、多分締めるか。どうかするか。一回入れたからと思ったけど、ちょっとこっちからやらない。一回入るよ、あれ。今度教えて。いや、違う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 。さあ、立ち上がるか。立ちました。うん。さあタッチしてくれますね。しないと、ね、僕あんなに中村さんを3分か4分ぐらいこう全力で決めに行ったのに、本人30秒ぐらい戦ったら変わりますかみたいな顔してきて、さすがにちょっとあと3分戦ってよと思って。そうですね、あそこ寄っていくと。残り時間1分、残り時間1分。ひるみさんどうですか。勝手に決まるかなっていうですね。さあ左取った、左取った。しかしコーナーバック使って守って、感動しましたね、すごさ。思った通り、全然違う選手になってて、まあ嬉しかったですよね、やっぱりすごいなっていう。もう一回、ダメージです。また申し上げます。また投げた。最後は、まあ、レスラーらしい僕のいいところをしっかり出して、自分がで、やりたいことはできたかなっていう。取れるか。さあ、飛び込んだ。最後、バク転いきました。パスガード。次戦、MMA で、僕が決めるとこを、皆さん見に来てください。それなんですけど、7月の沖縄大会僕出たいです。なんか金原さんにやられたイメージ終わっちゃったんで、すごいムカつくんですけど。同世代なんで本当に一緒に頑張っていきたいですね。なんかそういう感情が生まれちゃってます。はい、まあ、少しでもフェザー級をかき乱せたらいいなと思ってますので、まあ、もうちょっと時間を、ちょっと休み時間をもらえればと思ってます。金田さんより先に総合格闘技の試合をやりたいですね。まあ、お互い刺激し合っていきたいなとは思いますね。やっぱ腰が痛い。ただただピンチに洗濯バサミ2回されて2回投げてる、2回投げてる。本当にいいとこなかったですね。雑魚っぷりを発揮しちゃった。また今日もまたスモークの中浮かび上がるシルエット、強心がぶっ壊れた男の新体重がクレベル狩りが始まります。アンダーグラウンドテンプラー萩原公平。ライゾンフェザー級王座獲得に向け生贄を求め、ランドマークにも降臨。柔術界の鬼神クレベル小池。試合決定率 93% クレベル小池。
83% 萩原恭平、完全決着の匂いがしています。萩原がぶっ飛ばすか、それともクメベルが締め上げるか、まさに意識の立ち合い合戦。さあ始まりました第1ラウンドです。まず中央を取ってバックスピンキックから入ってきたのは萩原恭平ですが、しかしここは牽制していきます。ローキッククレベル受け、かなり積極的前に出ましたね、はい、萩原。そうですよね、打ち切ってるように見えますけど、はい、フェイントもしっかり入れたり、はいはい、最初がもうクレベルもちょっと間違えたけどね、ちょっと頭動かないし、最初の投げもちょっと良くないしね。警戒してますね。そうですね、左キックです。ただこの距離の違いです。それだから中にしっかり当てれる距離に持っていけるか、それでもそうですね、右ストレート、ナイスナイス、今のカウンターは、はい、いいですね、はい、この板を出していきました。感触ありましたね、練習でやってた動きが出たと思います。彼が最初のストレートでちょうど胃が当たってるとか、すぐカットで血だけあったかっこだったら、ああ分かったか、カットしたらね、それだけ。限界あるぞ、行くか。近くの選手が出す時に合わせてカウンターを出すか。それからですね、あのカウンターを発したんですが、本当にだ、しかし首ついてきた、クレベル小池。カウンターでこの選手がタックルいきましたね。ここで締め技に入ってくるか、クレベル小池。自分の対応悪かったですね。両足タックルからやはり それを防ごうと思って萩原君が後ろを向いて、でそこからバックに突かれたので、やはりもう背中を向けるっていう、まあ、それでなんとかなってたその部分が今まであったとは思うんですけれども、やはりクレベル選手相手ではそうはいかないっていうところですね。アウトマチコな、それがいつもいっぱい練習したら、それがすごい練習だったら、それであんまり考えない。ボディクラッチも入れられてしまったんで、まずはここはディフェンスをまず消した方がいいと思うんですよね。なるほど、ちゃんと手を押さえとけ、ちゃんと手を押さえとけ、ちゃんと手を押さえとけ。あ、締め上げてくるか、リアレイキッドチョーク、宣言通りのバックチョークに捉えるでしょうか。ここでターンだ、なんと宣言通り1ラウンド1本勝ちバックチョーク。バックチョークでしたね、はい、やっぱあの体勢に入ればもう無双ですよね。そうですね、はい、ありがとう、本当ありがとう、いい男に、よし、はい、はい、何も言うことないですね、もう。大丈夫や、焦るな。今までやってなかったことをさ、触り出したのはほんまに最近やん。浮かんでいるっていうのとかあるんですけど、実際やってて、なんていうんですかね、こう負けが続いたら、今までやってきたことは合ってんのかなとか、そういうの思っちゃいますもんね。まだこの答えが出るのはまだ早かった。クレベルなんてそれをさ、20年も充実やって確認してるよ、でもさ、俺そんな言ったらクレベルに負けて悔しがってくれてるから。いや僕もちょっとびっくりして、ほんまに、あ、やってな、勝てるってやってなかったら勝てると思ったから余計腹立つんだよ。みんな思ったでいけるんちゃうんだよ、だから悔しいね、ほんまに。そんな遠く長くないですもん、ほんまに。やっぱりその寝技っていうのは時間が、かかるんで、どういうふうにその萩原君がその開花していくかっていうのは、正直僕がもうどれぐらい時間かかるかわからないんですけれども、でももうやれることは決まってるんで、もうそれを淡々とやる、これは僕の覚悟でもありますね、ありがとうございます。連敗してもずっと期待しかせへん。俺男のやろ、お前は。
おい、やばいな、本当当たった。次の試合で私タットルマッチやりたいけど、牛久、かかってこいよ、逃げれないでください。私、あなた待てます。おっす。言ってたね、もう絶対が2分が彼が思い切り来るからちょっとまだ間違えてるね残念ね。今日と、また弱いのポイントだけはもう絶対に直したいですね、はい、タイトルマッチまではもう絶対それまた間違えないです、はい、ごめんなさいね、今日ボッペが言わないからごめんなさい今日は言わないでそれごめん、間違えてるから。でも次で絶対言うです私絶対本物のチャンピオンやりたいです。セザーチャンピオン、ライトチャンピオン、あとでヒーローアバンタムチャンピオン、あとでマルキンセセザー77キロでチャンピオンで、絶対みんな盆栽チームで多分全部の大勢のチャンピオンになりたいです。Oh,